ースボールアカデミーです。現在、ドラゴンズベースボールアカデミーが臨時休校となってまして、この機会に、生徒からコーチに質問してみたいことを募集しましたので、今回は長谷部コーチに、お答えしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それでは早速質問に移りたいと思います。はい、アウトコースをうまく打てるようになる練習方法を教えてくださいということで、はい、エキスパートコースの生徒から質問が来ております。はい、アウトコース、まずインサイドアウトコースあるんだけど、アウトコースでもベース、まあここですね、アウトコースなんですけど、はい、普通に立っててベースがあって、普通に立って自分のやつの前にポッとバットを出したら、必ずアウトコース、ここ芯にちょうど当たるようになってるんですよ、野球みたいに。だからこれをうまく打とうとか、そういうことを考えるんじゃなくて、はい、やっぱり体の軸をぶらさないように打つっていうのと、アウトコースの場合、肩を開かない。開かないように、開いとどうしてもバットのヘッドがこっち来るんで、開かないように打つ。それを意識した打ち方をすれば、アウトコースはうまく打てると思います。で、その練習方法としては、はい、普段、まあ、ティーなんかだと、向こうの方から投げてきてくれるわけですよね。はい、それを真正面に打ち返すんですけど、この右へ打つ練習は、こっち側、投げ手がこっち側に来て、こっちから投げてもらう。投げてもらったボールを、肩を、はい、なるべく開かないようにそのまま真っ直ぐちょっと右ぐらいのこっちに打つ、その練習をすればアウトコースは持てるようになると思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、続いての質問はジュニアコースの生徒から届いております。はい、子供にコーチに聞いてみたいことを何でもいいから紙に書いといてと伝えたところ、数日が経ち、長谷部コーチへ、みんなと一緒に練習していないと下手になってしまいますかと書いてありました。屋内でできること、父と屋外でできることなど、母からすると十分なほど頑張っていると思いますが、心の中では不安いっぱいなんだなと改めて感じました。メンタル的にも、少しでも強く、このような状況下でも笑顔で過ごせるよう、アカデミーの生徒の皆さんからの質問や、コーチの皆様からの回答を楽しみにしていますというふうに、来ております。長谷部コーチ、はい、みんなと練習していないと下手になってしまうんでしょうか。いやいや、自分だけ練習すれば自分は上手くなりますからね。人がその時休んでるかもしれないけど、自分だけ練習すれば自分は上手くなります。決してみんなと一緒にやると上手くなるっていうわけではないので、自分一人でもできる練習を、やってもらいたいと思いますね。はい、ちなみに屋内で練習すると、まあ、家の中ですかね。家の中だって、やる練習だと、まあ、ちょっと広い部屋だったら素振りとか、まあ、バッティングはやっぱり素振りが一番いいですね。うん、で例えば夜なんかだったら、窓ガラスに室内だと自分の体が映るわけですよ。うん、まあ、それをまあ見ながらね、まっすぐ前を向いてしっかり自分の顔を見てスイングするっていうのはやっぱりこれが一番いいスイングになると思う。そういう練習室内でできる、まあ、広さがあればそういうのやってもらいたいなと思いますね。はい、で屋外での練習なんですけども、はい、特にお父さんとやるってなった場合は、そうですね、まあ、お父さんとやる、まあ、ちょっと屋外だったら広いんで、できればバットコントロールとかやっぱりよくするためにはトスバッティングっていうので、ね、僕ら結構やってましたね。お父さんに投げてもらって、まずお父さんのポンポンとポツンと当てて、お父さんに返す。うん、それができるようになったら、まあ、ワンバウンドでポンと返したりとか、ノーバウンドでポンと返してみたりとか、うん、まあ、そういう練習は昔はよくやってましたね。そういう練習で、まあ、バッティングが上達して、そうですね、バッティング、バットコントロールが良くなってくるんですね。うん、
練習をしてもらったらいいと思います。ありがとうございました。